さあそれでは早速試合の方に移っていきましょう。参ります、波動ファイト。さあまずはココア選手を狙っていく思考攻撃ダックス。野獣と美女はジェミー選手が1135、両サイド5221、思考攻撃ダックス、真ん中リー選手が1135、そしてコト選手5221、ルヒア隊長選手4321といったステータスとなっております。さあまずはダックス、思考攻撃ダックスが2点のリード。この割れ際よく、はい、狙われずに張ることができました。さあまずはライフの少ない人を狙っていきたい。シールドを割った次に少ない人を狙っていきたい。しゃがみ際よく狙ってましたね、琴選手。さあ思考凍結ダックスの勢いが止まらない。ここで勝って決勝トーナメント確実に勝利を手にしていくか。残り時間が着々と増えてきました。残り20秒、3点差。さあここでちょっとね衝突がありましたが大丈夫そうですね。しっかりとここで取っていきたい。野獣と美女もねじわじわカブトムシ選手が前に出ていく。さあそれを見逃さないコト選手とルヒア大将選手。さあここで試合が終了。さあミラクルです皆さん。